週末のマリステラは、高野千春による日本の漫画作品である。月刊コミック雑誌、コミックフラッパーにて、2012年2月号から2014年5月号まで連載されていた。単行本は、全4巻。銃を持ち軍服を着た天使の少女たちと、海から来る怪物の戦いをテーマにした作品で、戦争漫画に分類されている。また、 科学技術の発展により生まれたアジンや天使を主役とし崩壊した世界の謎をキリスト教的な視点から読み解くサイエンスフィクションでもある。天使の少女たちの日常シーンはコミカルに描かれるが戦闘シーンでは流血や戦死の場面も多い。遠い未来人類は人造生物やアジンを生み出すほどの技術の果てに宇宙の終焉を引き起こし世界はわずかな土地と それを追い尽くす炎無質の粒子に満ちた情報の海のみとなった。その最下を生き延びた人類は、暦をマルクトレキと改め、境界を中心に生きながらえていた。しかし、情報の海が陸地に流れ込む、潮という現象と共に襲い来る怪物や、海洋類に存在を脅かされていた。それに対抗するべく、光の輪と翼を持ち、 銃で武装した天使と呼ばれる少女たちが生み出された。第六天使団を率いる天使、ラキア大佐は旧世界の英知を秘めた聖地奪還を命じられ、十字軍として絶望的な戦いに臨む。ラウルス学徒隊のメンバー、ありがとうございます。